えー、というわけでですね、今日、この後、ザ・ウェイ・オブ・ナゴミ、私の著書のザ・ウェイ・オブ・ナゴミの、えー、シラスでの読書会、第9回目かなが行われるんですけど、今、ちょうどこの付箋がついてる真ん中あたりなんですね。で、この読書画で何をやってるかってことをちょっと皆さんにご紹介したいんですけども、えー、まあ、毎回ですね、僕はこの英文を読んで、で、その英文の表現のちょっとポイントをお伝えしたりとか、あるいは、このザ・ウェイ・オブ・ナゴミは日本のことなんで、今回、えっ、ー、と、 第9回はチャプター7の手塚治虫が出てくる、なごみをクリエイティビティっていうところからあの読むんですけど、うん、まあ、例えばだからこの本に書かれている、えー、英語で日本を見るときの,あのポイントだとか、こういうふうにしてその日本の良さっていうのは外から見るとメタ認知できますよみたいなことを、えー、議論するんですけど、で、途中でなんかちょっとクイズを出したりして、えー、この表現の、えー 応用としてこういう表現があるんですけど、ここに入る単語は何でしょうとかね。ええー、まあ、そういうことをやりながら、一方では英語を勉強し、一方ではこのザ・ウェイ・オブ・ナゴミという本の立て付けがまさにそうなんですけど、日本のことをメタ認知するというかね、今、グローバル化の中で英語ができるのはもちろんそれに越したことはないんですけども、やっぱり一方で、その我々は日本の人なんで、日本の、まあ、お土産というか、贈り物ってのも必要だと思うんですね。 全部、だから、例えばじゃあ、英語で話すときに、だって、アメリカの話とか、イギリスの話とか、だけしてても仕方がないんで、やっぱり、それは彼らはもう知ってることなんで、自分たちのことなんで、もちろんそれをお伝えすることで、コミュニケーションが分かれるってこともあるんですけど、やっぱりそれよりも、やっぱり、じ、自分たちの住んでる日本のことについて、ちゃんと、その一番いいところのエッセンスをお伝えできるってことは、これは、えっと、国際、 的にいろんなことをやるときにすごく大事なポイントになるんですね。ですから、このザ・ウェイ・オブ・ナゴミは、あの、我々日本人どうしてもやっぱりですね、普段、あの、好奇心が強いんで、我々。外国のことばっかり一生懸命、えー、考えたり、学んだりしちゃうんですけど、自分たちのことを英語で話すということってなかなかできないことも多いんですよね。ですので、この、えっ、ー、と、しらすのザ・ウェイ・オブ・ナゴミの読書会はですね、えー、まあ、この、えー 日本のことを英語で話すという、えー、その感覚を研ぎ澄ますことによって、自分たちの良さもわかるし、これは別に日本がナンバーワンという意味じゃなくて、世界にいろんな国とか地域がある中で、日本のユニークさがあるよと。みんな違ってみんないいの、その、みんな違っての中に自分のこともちゃんと認識するという、そういう回路を頭の中に作るというですね、えー、そういう試みをしております。ということで、えー、The Way of n a の読書会、えー、9回で、おそらくだからあと、 えー、ちょっと、十何回で終わるんでしょうけども、もし興味があったら、しらすの、ザ・ウェイ・オブ・ナゴミの読者会、えー、覗いてみていただけたらと。冒頭の何分かはおそらく無料で見れるんじゃないかなと思います。ザ・ウェイ・オブ・ナゴミの読者会の、えーえーご、ご紹介でございました。